こんばんは。今日はお礼動画をちょっと撮りたいなと思いまして、 J2 復帰祈願のキャンペーンがあるじゃないですか。そこにね、大崎純也を応援する会っていう名前で支援してくれたね、方々がいるので、一人一人ちょっと名前を言いつつちょっと感謝を述べたいなと思います。はい、まあ大崎純也を応援する会をやりたいんすよって、会長の人かな、会長かっこ仮の人が仮ね、みんなにやっぱ声かけすると、はい、いやそれだったらもうやろうよ、応援むしろしてるしっていう、してるし、いいよっていうので、まあいろんな方がいらっしゃるんですけど、まあみんなで集まったお金を片井富山さんにお渡しさせていただいたということで、まあ、ホームページもね掲載されてるんで、ということでありがたい、一人一人いいですか。はい、いきますよ。はい、はい、株式会社サンフーズ様、ありがとうございます。ありがとうございます。もうはいもうはい、いや一応ね、大事なスポンサーさんなんですけど、オフィシャルスポンサーですね、なんですけど、けどなんですよね。すごいっすよね。うちらは、なんて言ったらいいの、顔なじみなんで、サンフーズさん。もう、顔なじみ。はい。僕もやっぱ34年間顔なじみだし、大崎選手も30年顔なじみなんで、そこは本当ありがとうございます。ありがとうございます。感謝の。はい。うちのおかんとおとんないおかんとおとんない、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、続きまして JNTV 様、はい、はい、これはアスカさんですか。そうです、はい、アスカさんですね。アスカさんも電話して、まあ会長が電話したら、いや会長がやるんだったら出すよね。え、個人でもやられてたと思うんで。そうなんですよ。そうなんですよ、はい、言ってしまえばもう個人でも、はい、長い飛鳥、そうそうそう、はい、書いてあります。でしかもそれプラスカターレ富山さんのそのキャンペーンにも出してるから。そうなんですよ、もうだスポンサーにもなってるし、自分で出してるし俺のとこにも出してくれてるしでね、そありがてえ。いや飛鳥さん今度ね遊びにね。そうですね、飛鳥さん今度車めちゃめちゃ興味あるんで、今度はい、遊びに行きます。赤い車を乗らしてもらおうすごいからもう、はい、ありがとうございます、浅田さん。ありがとうございます。続きまして田辺商事株式会社様、ありがとうございます。本当にありがたいですね今日一日敬語の方がいいですか。あ、いやいやいや、ずっと変なこと言うからいいですか。いや大丈夫ですか。大丈夫です、はい、ありがとうございます。いつもいつもありがとうございます、はい。続きまして、はいはい、株式会社田中工業、はいはいはい、田中工業さんはね、はい、結構一度、あでも会ったことはないんだね。家の近くまではほら、バーベキューした時ここがそうだよって言ってた、お父さんの会社。ほー、そうそうそう、はいはいはい、ありがとうございます、はいはい、またバーベキューしたいな そうっすね、夏が終わる前に。終わった終わる終わるありがとうございます、はい、はい、続きまして K ワークス様、はいはい、まあ、バーベキューした主です。はい、主です。バーベキューの主です、はい、なかなかパンチがありましたね。そう、社長なかなかパンチあるんです。パンチありましたね、はい、でもやっぱりすごくいい人でね、なんかなんつうんだろうね、なんかこっち寄りというかね、なんかこっちのなんか心情も知りつつじゃないけど、寄せて話をしていただいて、はい、ありがとうございます。あんな顔して優しいんです。優しいんですよ。ギャップがすごいんで。ギャップがすごい。はい。まあ、一度黒木選手は謝りに行った方がいいです、ね。そうですね。はい、黒木はおそそをしてるので、はい、一度謝りに行かします。すいません。ということで、はい。続きまして、ノールズ様。はい。はい。これはいつもほらカタールの選手とかよく車もね。うん、たまに直してもらったりとか、はい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 、はい、オイル交換ちょっとしてほしいとかっていう、その説も黒木選手は黒木選手はその説もそうそうしております。はい、謝りに行かします。はいありがとうございます。続きましてブリッツフィット様、はい、
これはちなみに、はい、あの当ててっていいよ。そのどういうところ、まあ、知らないところも結構あると思うから。いや、ここは分かんないな。会長がこう、ほらお願いって言って集めてきたところだから、もう逆にもうそういうところはちょっと当ててって。ブリッド、いや分かんねえな。あの会長の友達関係で、うん、こうブリッツフィットっぽい人をちょっと。ブリッツフィットっぽい人、うん、ブリッツって何？いや、フィット。お、フィット。フィットの方が分かりやすいんじゃない？フィット。絶対分かんないよね。いや、ほら。フィットネスのフィットだね。高野。おお、高野拓也。正解です。高野拓也。うん、個人の名前もあったんで。はい。はい。高野拓也さんですか？そうです。ブリッツフィットの高野拓也さん、はい、ボディビルダーの。そうそうそう、すごいよね。インスタで見るんですけど、僕友達になってるんで。バッキバキ、もう同級生の中で多分一番マッチョなんよね。バキバキっすよね。もう一度ね、皆さんあのインスタ見に行ってあげてください。はい、ぜひお願いします。ありがとうございます、高野さん。ありがとうございます。高野さんっておかしいか、高野って呼んでたね、俺絶対。そうなんよ。ありがとうございます。はい、はい、続きまして、これはもうルストさん。そう、はい、この僕が今着てる T シャツですね。そうです、サプライヤー契約させていただいた、はい、ありがとうございます。本当になんか秋には第2弾、うん、新作もね、出るということで、はい、皆さんチェックしてみてください、はい、お願いします。はい、続きましてサイホン様。これはね、僕が小学校の時から行ってる喫茶店で、総側にあるんですよね。そうそうそう、総側にあって、まあ、ランチをよく食べに行ってたと。で、はい、家族ぐるみで仲良くしていただいてる、喫茶店です。なんかレトロな雰囲気があって、とてもなんか居心地がいいので、皆さん行ってみてください。ちなみにサイン入り、サイン色紙が純也のと富山出身馬場雄大選手の方並んでる。あ、すごい、こんなになってない。いや、それ身長差なの。大丈夫だ、はい、ありがとうございます、はいはい、続きまして、トヨタ会。トヨタ会はね、わかるよ。トヨタ会わかる。建築ラボ。そう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 、建築ラボでしょ。建築ラボの森口さん、はい、森口さんと多分僕会ってないんですよね。そうなんですよ。あのトヨタ会っていうのも、うん、まあ大崎純也を応援する会なんだけど、それの一角になってる。そう、あのトヨタ出身じゃないですか、うちら。はいはいはい、トヨタ出身なんで、トヨタ会はもうトヨタ小学校出身のもうなんか経営者だったり、そういう業界の人だったりっていうのね。一回ね、ご飯行きましょうよってなってたんだけど、そうそうそう、ね、なんかコロナとかね、いろいろあって流れちゃったんですよね。そう、うん、そうそう、だから今度ぜひお願いします、はい、ちなみに、はい、トヨタ会の中にはあのカタルジャのスポンサーさんのグラフさんの、はい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 、社長さんもいらっしゃる。僕のステッカーを作ってくださった。そうです、社長さんですね、はい、はい、イケイケどんどん感じで、はい、まあ、こちらもちょっとコロナが落ち着いた頃に一度ちょっと、そうなんですよ、本当にコロナがね、本当に落ち着いたら行きましょう。はい、行きましょう、はい、ありがとうございます、はい、続きまして、純也チャンネルスタッフチーム、ありがとうございます。はい、はい、こちらはね、あの有無を言わさずはい、うん、もうやるでしょと。そうです、やろうと、やるよっていう、はいはいはい、はい、ありがとうございます。いつもいつも頑張りましょう、これからも、はい、頑張ります、はい、続きまして、はい、コラゾンさん、はい、コラゾンさん、そうだよね、はい、コラゾンさんは、まあ、あのよくしていただ、まあ、僕がよくしていただいてる、うんうんうん、まあ、いろんな飲食店やってる社長さんがやられてる一つのお店です、はいはい、まあ、こちらも、まあ、こちらの方紹介していただいた茶山さんなんだよね、はいはいはい、茶山さんがよく行くこう飯屋で、まあ、紹介してもらって、ぜひ応援してやってくださいって言ったら快く、なるほど、じゃあもう僕でよかったらということで、まあ、ちょっと出していただけました、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。続きまして、はい、イロハスタイルさん、はい、はい、髪切るとこ違うね、これはあれよ、曲があったじゃん、あのいい曲、あ
あのいい曲あったでしょ、誕生日。はいはいはい、はい、それを名曲ね。名曲よ、うん、もう絶対みんな聴いてほしいもん、うん、それを作ってくれた会社さんです、はい、へえ、なるほど、ありがとうございます。ちなみにイロハスタイルの代表は北部中学校出身です。はい、僕の2個下後輩ですね。純也の2個上。はい、はい、歌手の歌手じゃないと、もう違う。あ、もう違う。あの、まあ、石川さんと。はい、でも歌歌ってましたよね。そうそうそう、はいはい、そうなんですよ、バスケ部でね。おお、はい、僕が北部中学校じゃないですか。はい、の時の3年生なんですよ。うん、めちゃくちゃかっこよくて。そうだよね、今もかっこいいもん。そう、めちゃくちゃかっこよくて、女子から結構なんかキャーキャー、女の子の生徒から結構石川先輩みたいな感じ言われてて、でもこうちょっとプチ情報なんですけど、はい、まあ、多分兄もまあその石川先輩からしてみたら、まあ、憧れの存在でかっこいいっていう存在だったと思うんですよね、バスケ部の中では。でも北部中学校では多分兄は結構かっこいい部類に入ってたんですよ、当時はね。で、僕が大崎の弟が入学するぞとなった時に結構北部中学校がざわついたらしいんですよ。あの大崎の弟が入ってくるぞって。で、多分誰かわかんないけど、ちょっと呼んでこいみたいな感じで俺呼ばれて、で、連れてきましたって言って、こう俺がこうね、大勢の前でこう、大勢いたん、はい、大勢の前でこう、あ、こんにちはみたいな感じで、そうでもないねって言われました。失礼だよ、本当に。あんた失礼だよ、本当に。っていうね、はい。プチ情報。入学した時の、はい。結構ショックだったよ。そうでもないね、って言って。と思って。誰か知らん人に。誰か知らん人に。お前誰だ。はい。そんなこともありました。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい。ということでね。はい。会社さんは以上です。会社さんは以上です、はい。はい。次からはね、ちょっとあの、個人名になるんで、あの、ニックネームとか、なんかちょっと、ね、面白い名前の人が、はい、何人かいるんで、ちょっと紹介させていただきたいと思います。はい。はい、チャッチャさん。うん。アミノちゃん。アミノちゃん。ポルコ。あ、ポルコさん。水島哲郎。はい。キョッキョさんね。キョッキョさん。うん、カツラ。はい。カツラ。ユカ。はい。関野陽平。はい。ユズさん。はい。アイコ、はい、北山隆、はい、坂本勇気。知ってたらちょっと笑います。そうだね、はい、クレマツマリナ、はいはいはい、はい、中川豊、海上ナースさゆり、はい、大崎真也、はい、奥野優吾、はい、ジョジョさん、はい、高野拓也、はい、石川拓磨、はい、え、名誉復活したい人、わら。この辺ちょっと、あれですね。怪しいね、はい。怪しいよね。まぁ、あ、ちょっと。はい。まあまあ。実名は出さないから、はいはい、そこは。そうですね。はい、某 GK。某 GK ね。はいはい。で、長井明日香さん。はい。はい。カニスマ美容師安田さん。はい。俺の同級生なんよ。もう、自己主張強いんよ、カニスマは譲らんのよ。カリスマで、ええー。はい、以上になります。はい、まあやっぱいろんなね、はい、うん、人たちが応援してくれてるということで、はい、もうね、僕自身も本当にそれはひしひしと感じてます。はいはい、まあ本当準備をね、して待つだけですから、うん、そうですね、いい準備をして、はい、いい準備は常にしてるので、はい、あとはもらったチャンスを生かしたいと思います。こうやって応援してくれる人がいる限りね、僕は諦めません、頑張ります。はいはい、それでは皆さん本当に、この度はありがとうございました。頑張ります。バイバイ。